しっかり繋いだか。ああ、行きの推進剤はなんとか足りるだろう。帰りはワイヤーを引っ張るからな。行ってくれ。カナタ、推進剤を節約しろ。最低限の噴射で。方向が定まれば完成だけで進んでいける。待ってろ、アリエス。ダメ、スラスターが作動しない。通信機の声も届かない。私、ここで死ぬのかな。怖い。宇宙で一人がこんなに怖いなんて。よっ、かなたさんいい加減目回っただろう。もう大丈夫だぜ。しまった、ワイヤーが足りない。先生、宇宙行けよかなた。届かねえなら俺が行く。あいつワイヤー外しやがった。よっとこりゃ怖え。周りは全部闇。弱気になったら飲み込まれそうだ。前に進むしかねえってか。これが宇宙なんだな。見てくれてるか先生。頑張ったな、アリエス。しっかり捕まれ。離すなよ。声聞こえてねえか。これからワイヤーのところまで戻るから俺に捕まれ。分かった分かった、ありがとうございますって言ってるであろうことはな。あ、何か言ってんのか。あんなに怖かったのに手をつないでいると宇宙って綺麗に見えますって言ったんです。いや、もういいって。スーツが壊れてたのはアリエスのせいじゃないんだし。カナタさんは命の恩人です。アリエスさん、それもう5回目っすよそれよりこの船の通信機が壊れてたのは参ったな。なんとか直せねえのか。早く学校にこの事態を知らせねえと。故障しているというより重要なパーツが紛失しているようだ。替えのパーツがない限り復旧は無理だ。じゃあ学校側に異変に気づいてもらうしかねえってことか。定時連絡がない時点ですぐ気づいてもらえるはずですよ。うわ、助けが来るまで待ってなきゃいけないの。何時間も。惑星マクパまでは急光年ですから、船が出れば3時間で着きますよ。ま、命が助かったんだしいいじゃねえかおいら、セクシートランプ持ってきたんで遊びましょうよ。なんで絵柄がエロいのよ。男子ってアホなの。まあ命が助かったんだしいいじゃねえか救助が来るかどうかは分からんぞ。どういうことだ。あの球体に飲み込まれてマクパの上空に飛ばされたと俺も思ってた。船の下の惑星を見てみろ。よく見るとマクパとは似ても似つかないし生体反応もない。あれはマクパじゃない。ここはマクパの上空じゃないのか。今現在位置が出た。この船は今5012光年離れた宇宙にいる。5012光年。なぜこんな遠くにいるのかはわからん。でもこれだけ離れた場所に何の手がかりもなく飛ばされたとなると捜索は絶望的だ。キャンプ日誌、記入者アリエス・スプリング。1日目、ケアードハイスクール惑星キャンプ B5 班9名は宇宙の彼方で遭難しました。こりゃ強がれねえわ。